ヤッホー、ノアだよー。来てくれた方いらっしゃい、こんなー。皆さん挨拶して。こんなー。みんないますかー？ヤッホー。なんだろう。いっぱい来てくれてると思うんだけど、みんな挨拶してくださーい。あ、なんかちょっと、なんだろう。コメントがさ、下の方ちょっと切れちゃう。なんで？わかんない。ちょっと下切れちゃう。いつもとちょっとパソコンが違うからわかんないや。今日これでいきましょう。よし。OK、コメントも読める。BGM も流れてるよね。OK。なんかね、ノア今妹の部屋にいるんだけど、このいらっしゃい、みんないらっしゃい。妹の部屋にいるんですけどね。なんでかっていうと、ノアの部屋が Wi-Fi から一番遠くて、でノアの部屋だと Wi-Fi がなんか微妙に届かなくて、回線がね結構プツプツしちゃう感じだったから、妹の部屋を貸してもらって妹の部屋から配信してます。妹はね遊びに行ってていないんだけど遊びに行ってていないから自由に使わせてもらいます。ラッキーまあそんな感じでね、今日はいつもとお部屋も違うし、パソコンも違うし、もうなんか何もかも違っていて、本当に環境が違うっていうのはすごい焦るんですけど、頑張って喋りたいと思います。配信画面可愛いでしょ。これ画像を頑張って作りました。いろいろ組み合わせたりして作りました。可愛くない？ピンクで可愛いよね。ノアの顔も可愛いよね。20分前に帰ってこれたから間に合ってよかった。ノアもね、20分前から準備してた。ちょうど20分前くらいに、お部屋に、2階のお部屋に上がってきて準備してた。ラジオ配信新鮮そうだね。普段はいっぱい動けるから、表情も豊かになったし、いっぱい動けますからね。今日はでもこんな感じでお届けしていきたいと思います。ちょっとコメントの下の方切れてるのもごめんなんだけど、今度までに直せたら直します。直せなかったらごめん。なんかよくわかんないんだよな。とても可愛い、ありがとう。よいしょ。今日ね、イクラ丼食べた。なんかイクラを、知り合いの人からもらったらしくて、それは冷凍のイクラもらったらしくて、でノアがねイクラ好きだからね、帰ってくるまで待っててくれたんだって。でそれを解凍してもらって今日食べたんだけど、めっちゃ美味しかった。ご飯にいっぱいかけた。ご飯にいっぱいかけて贅沢に食べちゃった。で炭水化物はさ、あんまりいっぱい食べたくないからさ、少なめで、ご飯少なめでイクラいっぱいかけて食べた。もうご飯とイクラ1対1みたいな。かわいい、ありがとう。こんなーです、いらっしゃい。あれ？来れないかもって言ってなかった？来てくれた。いらっしゃい。そう、行けそうにないからアーカイブ見るって言ってくれたよね。スーパーチャットありがとう。そうさん、スーパーチャットありがとうございます。なんか美味しいもの食べようと思います。2000円で頑張ります。いくら美味しそうな色だった。でしょ？あれ、冷凍のやつなんだけどめっちゃ美味しかった。こんばんは、初見です。いらっしゃい、来てくれてありがとう。アイコン猫ちゃんかな？かわいい。アイコン猫っぽくない？なんか小さいからあんまり見えないけど。アイコン猫ちゃんっぽい。少しだけでもなんで、投げちゃう。ありがとう、そうそう、すみちゃってありがとう。美味しいものめっちゃ食べれるわ。でも今、牛丼が食べたくて、最近。なんか、一人暮らししてるお家の近くには牛丼屋さんなくて、意外とないのよ。結構何でも揃ってるんだけど、すき家とか吉野家とかそういう牛丼屋さんがなくて、牛丼食べたいって言ってて、お母さん一回ぐらいさ、ご飯作るのサボって牛丼にしてくれないかな。こんばんは、いらっしゃい。ねえ、こんばんは、ライブは初見です。いらっしゃい、来てくれてありがとう。ライブは初見ということは、動画とか配信のアーカイブとか見てくれたのかな、そういうことかな。よいしょ。なんかコメントの下の方切れてんだよな。まあいいや、こっちの画面で見るからいい。
ごめんね、みんな不便かけて。で、今日はイクラ丼と、イクラ丼がね、量結構、ムアはご飯が少なめだったから、ミニうどんっていうか、ちっちゃいうどんみたいな。ちょっとだけ麺入ってるうどん作ってもらって、なんか、いっぱい上にかまぼこと、お揚げさん乗せてもらった。そういうやつを食べました、今日は。でも、お母さん一回ぐらいさ、多分年末だからさ、ご飯作るのサボりたいって思ってくれないかな。そしたら牛丼食べに行こうって言おうと思って。今日ぐらいサボって牛丼食べようってお母さんに言おうと思ってるんだけど、お母さんと二人だけの時が多いからね。そう、妹は、泊まりに行ってていなくて、ずっと家にいないのね。お正月は帰ってくるんだけど、それ以外はいなくて。で、お父さんは、冬場にちょっと忙しい仕事をしてるから、まだね、仕事納めじゃないの。だからお母さんと二人で過ごすから、お菓子作りとかもしちゃうみたいな話してる。まあ、一人だったらお菓子作れないけど、お母さんの指示があれば多分できるから、お菓子作りしちゃうとか言ってます。お店で出てくるセットみたいな感じでしたね。なんかね、イクラ丼のセットみたいなでしょ？いいでしょ。で、うどんはね、やっぱ関西風が美味しいんだよね。みんなわかる？関西風、関東風、うどんの違い。やっぱ関西風のうどんのは好きだわ。楽しそうね。お菓子作りいいよね。しようかなって思って。明日はなんか、明日は、まあ、正直な話すると、ノアが、ノアが、完全に仕事をまだ収められていなくて、明日はまだ働かなければいけないので、明日はちょっとできないと思うんだけど、まあ明後日とか？違いわかんない。マジで言ってる？食べたことない？どん兵衛とかも全然違うんだよ。関東つゆが濃い。そう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 。それも美味しいんだけどね。声おかしくなっちゃった。それも美味しいんだけどね。やっぱね、慣れ親しんだ味は関西風だな、やっぱ。関西風のおうどん、優しい味で美味しいんですよ。関西風肉うどんみたいなカップ麺美味しかった。そんなんあったんだ。どこが出してるやつだろう、わかんないけど、美味しそう。絶対美味しい。やっぱうどんは関西風ですよ。うどんの出汁がね、関西の方がノアは口に合います。このアイランシャーン来てくれてありがとう。そう、それで明日何をしてるかっていうと、ノア猫ちゃんね、飼ってる猫ちゃんの YouTube チャンネルを作ってあげたいのね。みんなに可愛さを広めたいの。こう全世界にうちの猫の可愛さを広めたくて猫動画を編集してます、今ずっと毎日。でそれがね、今月中に、てか今年中に何本動画を作るぞって目標を決めていて、それがまだ終わってないから、明日はまだやらなきゃいけない。明日終わらせたいなって思ってるんだけどね。毎日毎日編集を頑張ってます。関東人だけど関西味付け好き。そういう人いるよね。いるいる。いるよ、結構。関西風のだし美味しいねって言ってくれる人。だし系は関西の方が好き。そうだよね、やっぱ。ちょっとなんか自分のことを褒められたようで嬉しい。そんな感じでね、猫動画ね、1月になったら、猫ちゃんのチャンネルで猫動画流し始めようと思ってるんですけど、それの編集がまだ終わってなくて、いっぱい動画をね、取りだめしといたんだけど、編集が進まなくて、大変で、ちょっと時間かかってますけど、頑張ってね、1日2、3本は作ってるので、明日も2本ぐらい作ったら、あと終わりかな？あと2本作ったら終わりかな？なので、頑張りたいと思います。猫は可愛い、猫しか勝たん。ぜひ猫のチャンネルね、登録してください。皆さんお願いします。出だしがね、スタートダッシュが大事だから、スタートダッシュの時にみんなが登録してくれたら、すごい助かるなって思います。お願いします。
ツイッターで見たけど猫ちゃん可愛かった。え、可愛いでしょ。なんか画像だけじゃなくてさ、動画で全世界に広めたいと思って思ってるんですよね。あの猫とちょっとリラックスできるような音楽を組み合わせた感じの動画、まったりとした動画にしたいなって思ってるので、よかったら皆さん見てください。編集ファイト、いつきさんスープちょっとありがとうありがとう。最近はね、普段あんまりのはコーヒー飲まないんだけど、最近は朝コーヒーを入れてコーヒー飲みながら編集っていうのが毎日のルーティンになっております頑張ってます。コーヒー飲みながら目を覚ましながらね、頑張ってます。紅茶もいいんだけどね、コーヒーの方が朝シャキッとするよね、目が。あ、そうだ、コーヒーで思い出したのはさ、新幹線乗るときにスタバの新作を飲みたくて買って乗ろうかなって思ったの。買って新幹線に乗ろうかな、新幹線の中で飲もうかなって思ってたんだけど、なんかあんま時間なくてあんま時間なくてスタバ寄れなかったのね。そしたらさ、新幹線とか降りて、新幹線降りた後もさらに電車乗り換え乗り換えして実家の方まで帰るんだけど、帰る途中でお母さんがね、途中の駅まで迎えに来てくれたんだよね。で、帰りにスタバ寄ろって言ってくれて、一心伝心と思って言ってなかったんだよ、スタバ飲みたいって。新作出たから飲みたいとか一言も言ってないのに、お母さんと妹が迎えに来てくれて、あ、スタバ買って帰ろうみたいな言って、スタバマジで今日飲みたかったって思って連れてってもらって、しかも買ってもらったの、ラッキーじゃないラッキーじゃない。買ってもらって、母強いし、そう、母もね、妹もね、スタバ大好きだから連れてってくれて、ノアは なんだっけな、さすが家族でしょすごい偶然だよねなんだったっけ、抹茶玄米茶ムースラテみたいな。フラペチーノは寒かったからやめたの、夜だったし、あったかいの飲みたいなと思って、抹茶玄米茶なんかスムースラテちょっとわかんない名前忘れちゃったんだけど、妹がそれをね、一緒に注文してくれて買ってくれたの。ママのはナイスママノアってなんかノアがママみたいじゃないノアがママみたいでなんか嫌なんですけど足しびれてきた、体勢変えよう。よいしょ。抹茶いいね。そう、抹茶と玄米茶がブレンドされてるやつで、上にクリームとムースの抹茶が乗ってる、ふわふわの抹茶みたいなのが乗ってて美味しかったと思う。抹茶だけじゃないの。抹茶と玄米茶と両方が混ざってて、ちょっと香ばしい香りとかもするっていうところが美味しいのよ。だから和風のお茶が好きな人は、ぜひ飲んでみてください。寒いからもうフラペチーノじゃなくて、あったかいやつがね、おすすめだよ。あったかい、ラテ。喉調子悪い。なぜかっていうと、ずっとストーブをつけてるから部屋が乾燥している。抹茶玄米茶餅、あ、餅はフラペチーノの方しか入ってない。あったかいやつには餅入ってないよ。ごめんね。え、何が、なんで謝ったの、なんで謝ってんだろう。お餅はね、フラペチーノの方には入っているらしい。加湿してもらって、え、加湿器ないんだけどこの家もういや、加湿器ないのよ。で、お部屋さ、ストーブずっとつけっぱだったからさ、下のリビングつけっぱだったからさ、2階のさ、部屋はつけっぱにしないでおこうと思って、さっきつけたばっかり、この部屋は。だからこの部屋はもうどうしようもない。今つけたばっかだから、ストーブ。ママのは嫌って言ったから、オッケーオッケー。いいやいいや、大丈夫。いやでもさ、今さ、活動始めた当初
マジでデビューしたての頃にさ、なんかノアママって呼んでくるやつらがいてマジでノアママって呼んでくるやつらがいてさ、ノアのことを。でそういうやつらが数名いてさ、ノアちょっとそれは嫌だったノアのお母さんのことじゃなくて、ノアのことをママって言ってくる やつらっていて今消えて多分いないから勝手に話せるんだけど、マジで嫌がってた。嫌がってるのにノアママってずっと呼んでくる人とかもいて、結構それはね、嫌がってるからやめてくれって感じだったんだけど、今さっき言ってたのはノアのお母さんのことを言ってるから別にノアのことじゃないから嫌じゃなかった。あ、お部屋にバスタオル干すとかしたらマシにならないかな。え、部屋干しだよ全部タオルとか服とかも全部部屋干しだよ。下のリビングのところ、リビングね全部部屋干しにしてあるんだけど、やっぱ自分の家よりは乾燥するかなって感じ。でも寒い地方だからしょうがないんだよね。どうしようもないのよその辺は。いたなってみんな思い出せる？いたことを思い出せる人たちもいる。ノアもなんか今のでと思い出したぐらいのレベルなんだけど。そういうなんかやつらが、そういうやつらがいて、口悪いけどそういうやつらがいて、デスいて嫌だったんだよね。こんのわんいらっしゃい、こんのわんかわいい、なんかこんのわんって、こんのわんいらっしゃい、よいしょ。いや、スタバの新作はマジ当たりだと思うからね、あったかいやつも飲んでみて。冷たいフラペチーノはまだ飲んでないからレビューできません。また飲んだらレビューします。あ、こんのあんってごじってるの可愛かったのに消しちゃったの。メッセージ撤回されましたって書いてある。見かけたら買ってみる、ぜひぜひ。え、昔からなあちゃんのことは近所に住む妹系だって言い続けてる。言ってるね。言ってたね、そうやって。幼馴染系のね、妹系ね。妹系幼馴染ね。そういう感じね。そう。なんかノアは、路線変更して最近お姉さんぶってるんだけど、ノアのことを年下だと思いたい連中もいます。別にいいよ、何歳でも。みんなの好きな年齢にしたらいいと思う。ツイッターでさ、私何歳だと思いますかみたいな、実年齢はさておき何歳だと思いますかって聞いたらさ、10代って言ってくる子がさ結構いてさ、え、のは10代だと思われてるのと思って14歳とか言われて、14歳だと思われてんのかと思って、こんなにバリバリ働いてるのになと思って、そのお酒とかも飲んでたのにね前は、って思ったのよ。あ、わしはなんだ、年末実家帰れないのでごゆっくりお過ごしください。あ、ノアもね実家帰るのね、結構1年おきとか毎年は帰ってないんだよね。で、年末年始帰るとしても、時期ずらしたりとかして人が少ない時期に帰ったりとかが多くて、今回みたいに年末年始ジャストで帰るのは珍しい、割と。おばあちゃん家とかもね、挨拶に行く、お正月。親戚が集まるみたいだから、ちょっと嫌なんだけどね。年下と思いたい連中です、あのことをね。でもなんか10代だと思われて、JK まだいけるって言われて、いや浮かれてないですよ、浮かれてないですよ私。 JK まだいけるとか14歳15歳とか言われて、本当にと思って、10代感あるかもしれない、マジで言ってる、やだな。いいのかな、いいことなのかな、若く見られるっていうのは。え、舐められるくない？まあ普通に二十歳超えてますがって感じなんだけど、なんで10代だと思われたのかわかんないけど、そこ深く追求してもしょうがないじゃん、適当に言ってるだけだし、みんなだから聞いてないんだけど、10代はないだろうと思って、
10代はないだろうと思って、14歳で一人暮らししてないだろうと思ってそう思ったんだよね。マジかって感じだった。まあ10代に見られてるとは思ってなくてさ、さすがになんかちょっとびっくりしちゃった。前にツイッターでね、そういうタグがあったんだけど、実年齢はさておき私何歳に見えますかみたいな、そういうやつのやった時は割とね結構年齢を下に見られてました本当は何歳なのとか聞いてくるやついてうざって思ったんだけど、本当の年齢は教えません。20代前半中盤あたりかなって思ってた。あ、なるほどね。なんかそう言ってたかな。いっぱいリプ来たからあんま覚えてない。誰が何歳って言ってたかは覚えてないんだけど、そんぐらいって言ってたかな。で、実年齢はって結局聞かれたんだけど、なんか答えるわけないやんと思って、今まで活動を隠してきてるのに答えるわけないやんと思って、あのね、年齢は別にあのなんだろうな、ごまかしたくて言ってないわけではないんだよね。なんか年齢を言った時に自分より年下だから舐めてかかっていいやって思ったりとか、自分より年上だからもっと敬語使わなきゃって思われちゃったりとか、そういうのが嫌だから年齢は隠してます。こんばんは、初見です。いらっしゃい、来てくれてありがとう。仕事で忙しくてリプしてないかも。あ、してないかもね。どうだろう、わかんない子供っぽさの残るお姉さんだと思ってる。なるほど。でもそういう認識が一番丁寧に扱ってもらえるじゃん、自分のことなんか年下だと思われて、なんか偉そうに言われるのも嫌だし、逆されんのも嫌なの。めっちゃ丁寧な言葉喋りかけられたりするのも嫌だから、そう、年齢を不詳にしといたらみんなそれぞれ思う関係性であれるかなと思いまして。あ、お茶持ってきたらよかったな。お茶ないな。でお茶ないって分かると喉乾くよねその現象あるよね。でも妹の部屋にさ、ペットボトルとかじゃないと持ってこれないよな。コップで持ってきてこぼしたらやだしな。そうだそうだ、みんな聞いてくれ。妹の部屋にさ、あの本棚あってさ、別になんかわざとあの物色したわけじゃないんだけど、あの部屋に本棚あってさ、本棚にさ漫画入ってたので、漫画何読んでんやろうと思って見たら、あの兄に愛されすぎて困っていますっていう漫画が入ってて、これさ、お兄ちゃん、ガチのお兄ちゃんってこと？ガチのお兄ちゃんが妹のこと好きみたいな感じわかんない、誰か知ってる人いないかなと思って。ノアは知らない漫画だったんだけど、兄に愛されすぎて困っていますって書いてあった、タイトル。兄に愛されることあるラブってこと？兄が妹を、義理の兄弟とかそっち系かな、わかんないんだけど、誰か知ってる人いないかなと思って遠足で水筒の水が残り少ないことに気づくとやたら喉乾くやつ。そうそうそう、そういう感じ。今それタイトルは聞いたことある。あ、本当？兄が妹ラブの話なのかなちょっと読んでみようかな勝手に読んだらやだよね。読まないでおこう、怒られたらやだから。タイトル聞いたことあるけど内容わからない。あ、そうなんだ。あらすじ見た感じ、義理って判明するパターンのやつ。え、どういうことわかんないんだけど、義理じゃないの？義理なの？どっち？義理？いや、義理でもダメだけどね、兄に愛されるのは。さすがにどうやら血はつながってないみたい。え、でもそういう問題じゃなくない？嫌だけど、普通に嫌ですけどね。義理なんだ。でも義理でも嫌だな、兄には愛されたくないないや、大事にはしてほしいけど愛されたくはないな。なんかびっくりしちゃった。ちょっとそのタイトルの漫画買うんだと思って、多分ラブだよね。恋愛小説、恋愛小説じゃない、恋愛系の漫画だよね多分。
家族としての親愛なら嬉しいけど、まあまあまあそうね、それならいいけど、そうじゃないっぽくない？少女漫画だし、わかんないや。わかんないや。ノアはあんまりその義理の兄弟とかはの設定は受け付けないタイプ。食わず嫌いです。昔の漫画で兄弟として育てられたけど実はいとこ同士って漫画があったから、それに近いかも。あー、いや、まあそういう設定のね漫画あるね、実際。いや、実際あると思うけど、あんま受け付けないかも。苦手かもな、そういうジャンル。お兄ちゃんとか妹とか苦手かもしれん。食わず嫌いかもしれんな。まあでもいとこってさ、いとこ好きかもって思う時期あるよな。いとこ好きかもって思う時期多分あるんだと思う。いや、ノアも一人だけいとこ男の子いるんだけど、まあ、なんか好きかわかんないけど、なんかずっとくっついてる時あったもん。今はもう全然あのノアのタイプとかではないけど、全くタイプじゃないけど、なんかいとこにすごいくっついてる時期あったもん。いとこの男の子に苦手なのちょっとわかる。苦手なの共感だよね。この機会に読んで妹さんと語り合いましょう。なんかあんまやだやだやだ。案外ハマっちゃうかも。やだ、なんかやだやだ、そういうのやだ。趣味や性癖の感じ違うけどな。多様性ですよね。多様性なんだけどさ、多様性、まあいっぱいあるからこそさ、自分これは苦手だなっていうジャンルもさ結構あるよね、出てくるよね。ノアはちょっと兄弟ラブのやつはあんま苦手です。苦手です。なんか実際あるじゃん、あの義理の兄弟で恋しちゃいました、恋しちゃいましたみたいな話とか、アニメとか漫画とかであるけど、あんま苦手だな。でもちっちゃい頃はね、やっぱそういうのあると思うよ。身近な男の子がそのいとことかだったりするとちょっと好きみたいな、あると思う。いとこって結婚できんの？いとこって結婚できんのかな。ノアのいとこのね男の子は最近会ってないのもう何年ぐらい、10年近く会ってないから、顔とか今何してるかとかあんま分かんないけど、多分オタクだと思う。そこだけちょっと断言しとくと、多分オタクだと思う。10年近く会ってないから分かんないんだけど、多分オタク。いや、オタクに偏見ないよな、自分もオタクだし。いとこできる、あ、いとこ結婚できんだ、すごいね。はとこから結婚、え、ほんと？いとこできるって言ってる人いるけど、いとこもできるんじゃない？いとこもできる。でもまあいとこと結婚はないな。どんだけ周りに男いなかったんって思う。いとこと結婚するんだったら周りに異性いなかったのって思っちゃう。そう、いとこは多分出会ってないけどオタクだと思う。オタクだと思うとか、いないところでめっちゃ言われてんのかわいそう。かわいそうだよね。あ、なんかカンカンガンガン来ちゃった。大丈夫、こんなんで住所特定されない。年末になったらどこの地域でもカンカン、あの火の用心の車みたいなの回ってるよね。カン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 ってやつ、結構いろんなとこで走ってるから大丈夫だ。転居カーとかはねアウトだけどね、こういうのはまだ大丈夫。こんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう。回ってますねって、そういう車もあるよな。配信の妨害だからやめてほしいよな。うちの周りもカンカン言って、そうだよね。カンカン走ってる。
田舎だと走ってるよね。都会ではないけど。相当そのいとこがタイプで、それ以上の男はおらんってレベルなら、まあ、まずないけど、そうだよね。ないよね。いや、ないです。のはもう、いとこで言ったら男の子一人しかいないの。他全部女の子なの。女ばっかで男一人なのね。だから、もう取り合いだよ。いとこしかいなかった場合、みんなで取り合い。本当に女の子しかいないの。え、でも、今度、お正月にね、おばあちゃん家に行くんだけど、おばあちゃん家にいとことかもみんな集まるんだけど、その時は、なんか、いとこの、いとこ結婚したらしくて、ノアのいとこ、女の子ね。で、いとこの旦那さんが来るらしい。一緒に。めっちゃ嫌だ。知らない人と一緒に、さあ、過ごすの、気使うじゃん。気使うし、何喋ればいいかわかんないし、気使うし、ご飯とか一緒に食べるのもちょっと苦手だし。なんかそういう意味で、今度親戚集まるのはあんまり行きたくないんですけど、気まずい、そう、気まずいの。気まずいから行きたくないんだけど、まあ行きます。久しぶりにおばあちゃんに顔を見せたり、仏壇に手を合わせたり、みんなでご飯食べたりとか、ちょっと頑張ろうと思います。のは社交的じゃないからさ、あんまり。苦手なんだけど頑張ります。気使うから僕も苦手だな。そうだよね。こんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう。そう、でもノアの妹はめっちゃもうノアよりもよく喋るの。マシンガントーク、マシンガンだから妹喋らせて、妹の彼氏も来るから、そこはね、何回も出会ったことあるし、中学の後輩だから全然普通に話せんの。だから妹の彼氏とか妹とかをクッションとして間に挟みつつ、知らん人と喋っていこうかなと思う。頑張って間に人間を挟みつつ。あとノアのお父さんもマシンガン。マシンガンしかいない。今日さ、配信今これやってるけどさ、お父さんさ声結構でかいから、もしかしたらお父さんの声乱入してくるかもしんないんだけど、男と暮らしてるわけじゃないので、父なので許してください。うるさいのよ結構我が家。なんならノアが一番静かかもしれん。ノアこんなに配信とかでは喋ってるけど、ノアが多分家で一番静か。それ以外がみんなちょっと騒がしい。声のボリュームがそもそもでかいんだよね。マシンガンファーサー、そうそう。周りがみんなマシンガン。そう、マシンガンで、ね、その結婚したって言ってたいとこも、なんかね、妹とは違う方向性のマシンガンなの。話も面白いし、めっちゃ喋るみたいな。社交的な子だから。まあ、その辺を間に挟みつつ、初めての人とも喋ろうかなって。まあ、喋んなくてもいいかもね、ノア。周りがみんな喋ってくれたら、ノア喋んなくても済むかも。しんない。でも、おばあちゃんは、ノアが一番好きだから。おばあちゃんね、みんなの中でノアのことが一番好きだから。おばあちゃんとはちょっと話してあげようかなって思ってますね。あとさ、なんかのは最近頭痛がね、あって、頭痛が左の頭痛、左側だけが痛くなる、左の頭だけが痛くなる頭痛があるんだけど、それなってて、でお母さんにね、それ言ったらね、お母さんがなんか、体の左側の不調はご先祖様が何か伝えたいことがある時だとか言い始めて、いや本当かわかんないんだけど、いやちょっと信じて、あんま信じてないんだけど、お母さんがそうやって言ってて、仏壇にちゃんと手を合わせた方がいいって言われて、ちょっとおばあちゃん家行ったら仏壇手を合わせてこようかなって思って。なんかご先祖系、ご先祖系だと左側に不調が出るらしい。みんな覚えときな。たまにね、ちょっとスピリチュアルなところがある母親なので、私の祖母もよくそれ言ってる。本当？
結構有名な話なのかな、わかんないんだけど、左側、体の左側に不調が出るときはご先祖系なんだって。レノはずっと左頭痛くなるから、それ昔からなんだけど、なんかご先祖系らしいから、ちゃんとご先祖様の仏壇に手を合わせてこようと思う。初めて知った。なんかちょっとあれだよね、まあ思い当たることがあるわけじゃないけど、しばらくね手合わせてないから、ちゃんと手合わせてこようと思います。それはね、ちゃんとするべきことだと思うからします。するけど、体の不調と関係あるとは思ってない。だって本当にご先祖様なんだったら、ノアの頭を痛くして苦しめたりしないと思う。そんな厳しい人いないと思う。優しいと思う、みんな。だから本当のご先祖様なら痛めてこないと思う。私生まれつき左目だけ視力悪いんだけど、将来左目打ち抜かれるのかもしれない。どういうこと？どういうこと？いや、本当にご先祖様なんだったらさ、自分のさ子孫をさ苦しめるようなことはしないと思う。絶対そう思う。だからあんまり信じてないんだけど、まあちゃんと手合わせてこようかなって思ってます。頑張ります。でもお正月でもごちそう食べれるんじゃないかな。でもノアダイエット中だからあんまいっぱい食べられないしな。本当のご先祖様なら痛みを取ってくれたり和らげてくれると。もそうだよね、それぐらいのパワーありそうだよね。それぐらいのパワーありそうだ、確かに。よいしょ。ごちそう食べれるかな、何が食べれるかな、すき焼きかな。お正月おせちじゃないことは分かってんの。おばあちゃんね、おせちじゃないの。いや、なんか母方の方の祖母はおせちちゃんと作ると思うんだけど、父方の方の祖母の家にまず行くのね。で、行ってみんなで昼食を食べるんだけど、だいたいね、すき焼き、多分すき焼きだと思うな。そんなにレパートリーいっぱいあるわけないから、みんなが来るときといえばすき焼きみたいなノリだと思うんだよね。すき焼き来るかな。まあすき焼き自分一人であんまやらないからいいよね。それ家族ととかじゃないとすき焼きってやんないからいいよね。すき焼き食べたくなってきた。なんかお肉食べたいわ。お肉、昨日ハンバーグ食べたけどお肉食べたい。すき焼き最高。え、だよね、自分じゃやらないしな。こんばんは、初見です。いらっしゃい、初見の方、どうも。鍋物は大人数で食べるとき便利ですからね。そう、多分鍋3つぐらい出して鍋3つぐらい出してやると思う。すき焼き、すき焼きだろうな、予想。おばあちゃんってね、みんながね、これ美味しいねって一回言ったらね、ずっとそれ作んの。毎回家行くときそれみたいな感じになるから、多分すき焼きです。そう、昨日もね、あのお肉食べまして、ハンバーグ食べたんですけど、ハンバーグね、あのノアがダイエット中だからお母さん気にかけてくれて、ハンバーグにお豆腐をね、いっぱい入れてくれたの。なんかお肉少ないけど、お豆腐でお腹は満たされるみたいな、わかる？なんていうの？かさ増し？かさ増ししてくれて、お肉少ないからヘルシーだけどたくさん食べられるよみたいな。たくさん食べてもちょっとしかお肉取ってないから大丈夫だよみたいな。すき焼きいいですね。うちは流派は関西式。あ、そう、すき焼きさ作り方違うんだよね。それ知らなくてさ、でも関西風、そうだよね、知らなかったの。関東の人に言われて、あれは関西風なんだよって初めて教えてもらったの。ママがやってるやつ関西風なんだよっていうのをね、関東の人に初めて教えてもらって知りました。満足感あって美味しそう。そう、満足感があってヘルシーでとってもいいです。ヘルシーでいい気遣いですね。そうなの。
あ、そういう気遣いしてくれて、夜ね、ご飯も食べてないのは白ご飯ね、食べないから、それも白ご飯もなしにしてくれて、めっちゃ気にかけてくれた。私も5歳の頃、おばあちゃんが作る卵丼？卵丼？美味しいって言ったら、毎回それ作ってくれる。今でも好き。そうだよね。おばあちゃんってこれ美味しいねって一回褒めたらさ、毎回それ作ってくれるよね。豆腐ハンバーグ美味しい。あ、豆腐ハンバーグなのかな？普通のハンバーグなんだけど、つなぎに豆腐を結構いっぱい入れたみたいな感じだった。ごめんね、今日なんか鼻水めっちゃスンスンしてて。ごめんなさい。ずっと鼻水ズルズルする音が入ってるかもしれない。ごめん。いや、かもしれないじゃなくて多分入ってます。ごめんなさい。部屋はちょっと寒いのでね、鼻水が出てしまっています。ヘルシーだけどたくさん食べれるの嬉しい。そう、そうなの。で、サラダもつけてくれて、炭水化物取らない代わりにマカロニサラダにして、マカロニで炭水化物を取るみたいなスタイルにしてくれたの。ちょっと食べました。うん。ほんと鼻水出るな。鼻あまり強くないのか。あ、そうなの。そうなの、そうなの。え、てかね、ほぼ毎日鼻水ズルズルしてるかも。あの、アレルギー性鼻炎があるんだよね。だから、結構ちょっとした寒暖差とかでも鼻水とかくしゃみが出ちゃったりとかして、割と面倒なんだよね。ティッシュもめっちゃ使っちゃうし。ティッシュの減り早いし。嫌なんだよね。でも体調が悪いわけじゃないし、風邪ひいてるわけでもないから、あんま心配しないでも大丈夫だよ、みんな。たまに心配されんのよ、鼻水出てるって。鼻水 ASMR 助かる。うるさい。うるせえ。うるせえ。そう、ASMR のさ、マイク壊れた話、みんなにしたっけ？メンバーシップで ASMR 配信してるんだけど、マイク壊れちゃって、新しいマイク買うまでできないっていう感じになっちゃってんの。本当に辛い。辛いです。誰か買ってください。こんばんは。もうすぐしたら年が明けるし、あっという間に正月ですね。高評価だけ押していきます。なんなん、挨拶挨拶してくれたの、ありがとう。高評価ありがとう。なんで高評価だけなんだろう。時間なかったかな。配信聞く時間はないって感じかな。もうすぐお正月だね、みんな。え、でも年末はね、今日配信して、明日、明後日はちょっとお休みするけど、31日は今年最後の配信します。何しようかなと思って、紅白歌合戦あるから、のはもうちょっと紅白に混じって歌おうかなって。のはもう紅白に混じって歌わせてもらおうかなって思ってます。歌枠？今年の最後だから歌枠しようかなって思ってます。こんばんは。インフル引いたかもしれないから、え、マジでかわいそう。こんな時期に寝落ちに聞かせていただきます。ぜひ聞いてください。ラジオ配信だったらね、画面見なくていいからね、そこは助かる人多いんじゃないかな。画面見ないでなんか作業中に横で流しててもいいわけだから。関東は四角餅なのびっくりした。あ、待って、正月で思い出したけど、関西は丸餅、関東四角餅なのびっくりした。え、あれだよね、お雑煮だよね。お雑煮全然違うよね。全然違うよ、関西と関東で。食べたことあるけど、どっちも食べたけど違かった。っていうか、地域によって結構違うっぽい。便乗歌合戦、便乗歌合戦にするわ、じゃあタイトル。紅白便乗歌合戦にするわ。こんばんは、いらっしゃい。年の最後にのあちゃんの歌が聴けるの助かる。本当？やります。便乗歌合戦。え、ちょっとさ、スマホにメモっとくわ。タイトル忘れちゃうから。紅白ってつけた方がいいよね。紅白ってつけた方がよくない？紅白
便乗歌合戦。余裕あったらロゴ作っとくわ。作れなかったら察して。あ、時間なかったんだなって。頑張って。最後、今年最後は歌歌って、あ、今日で最後だねってちょっとお話をしておしまいって感じにしようかな。私の地元も丸餅やった。関西のに私の地元。いや、なんかね、場所によって結構違うよ。関西、関東ってこう、二つに分かれてる感じじゃなくて、結構地域によってバラバラらしくて。ノアのところは、丸餅、白味噌、赤い人参、真っ赤な人参、大根、入ってます。そんな感じかな。真っ赤な人参の話ね、前にね、配信でしたことあるんだけどね。本当に、その正月のお雑煮にだけ入ってる真っ赤な人参があるの。色がめちゃめちゃ赤い人参。それがね、入ってます。紅白ってことなんだと思う。お雑煮ね、別に嫌いじゃないんだけどね、お餅がのは本当に絶対1個しか食べられなくて小さめのお餅1個とかしか食べられなくて、お餅食べるの得意じゃないからあんま好きな料理とは言えない。お正月はローストビーフ食べるからな。お正月お正月はローストビーフ食べるし、大晦日は鴨鍋食べるから、鴨鍋で締めに鴨そば。金時人参、え、そんな名前なの？わからん。作ったことはないから。出てくるやつがそれなの。金時人参。え、これなのかな？本当に？え、でもこんな色だよ、色は。え、これなのかな？ちょっとお母さんに聞いときます今度お母さんに聞いたくね。便乗歌合戦楽しみ、絶対見に来てね。31日の20時50分からやります。皆さん来てください。そして今日の配信面白いと思った方は高評価をしてください、お願いします。もうちょっとしたら終わろうかなと思ってるけど、あと年末年始でみんなとやりたいことは映画見たいなと思って。同時視聴ね。Amazon プライムでさ、君の名は見れるからさ、君の名は見たいんだよね。のは君の名はね、話知らないの。あんなに大流行してたのに、の歌聞いたことあるのと、入れ替わるってことしか知らない。歌と入れ替わるよってことしか知らなくて、ほぼ初見状態で、ちょっと君の名はを見たいなと思ってて、君の名はみんな一緒に見てくれますか？え、見たことある人も一緒に見ようよ。よければ一緒に見ようよ。懐かしい、当時めっちゃ見よった。本当に？なんかさ、みんな見てたよね。その当時マジでみんな見てた、友達とかも。のはなんか見てない。鼻水辛そうですね。全然辛くない。いつもこれだから全然辛くないんだけど。ありがとうね。ごめんね。心配かけて。大丈夫なやつなので、ほっといて大丈夫です。何度も見たくなる。あ、本当？そんな感じの話なんだ。面白いんだ。じゃあ見よっかな。見たいな。見ます。同時視聴で、君の名はやろうと思うから。予定が空いてる人はみんな一緒に見ましょう。私も見てないから初見になる。そう、アムプラに追加されてて、見たいなって前から思ってたんだけど、一人で見るのもなと思って、でも一緒に見る友達とかもいなくて、みんなと一緒に見るかって思ってます。鼻への攻撃に慣れたものだ。面構えが違う。え、だって本当にいつものことだからさ、体調悪いとかも思わないし、なんかしんどいなって思わないかも。昔から鼻調子悪かったから。これがデフォみたいな感じ。鼻水出てるのデフォみたいな感じ。今日マシな方とか思っちゃう、むしろ。本当にひどい日はね、鼻に
ティッシュを丸めて詰めとかないと鼻水が垂れて仕事ができないくらいひどくなるから、今日は全然大丈夫なうちに入ってます。で、わかる？なんか鼻弱い人いたらわかると思うんだけどさ、ティッシュ丸めて鼻に詰めとくとさ、仕事のパフォーマンスが上がるのよ仕事めっちゃできるようになるのよ。そう、鼻をね、ずっと噛まなくてもいいっていう、鼻水を噛まなくてもいいことになるからめっちゃパフォーマンス良くなるのちょっと鼻水めっちゃ出るときとか風邪ひいたときとかにおすすめです。でもね、それをするとね、声がね、常に鼻詰まりの人になっちゃうから、ちょっと終わります。噛まなくて済みますからね、そうそうそう。その分パフォーマンスアップするんだよ。たまに詰めたティッシュが大砲みたいに飛んでく、私だけ。それは私だけだよ、多分そんなんなったことないもん。心に留めておきます。覚えておいて、ぜひ使って。あのね、なんか説明できないんだけど、うまくティッシュをこうパタパタパタって折り曲げていって、いい感じの分厚さになったところでくる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 って丸めて鼻に刺すっていうのがノアのいつものやり方なんだよね。めっちゃ綺麗に鼻に入るから、そのやり方みんなに伝授してあげたいんだけど、手元カメラがないとちょっと教えられないな手元カメラあったら説明できるのに。よいしょ。今日ね、お母さんとお買い物行ったんだけどね。お母さんとお買い物行って、いい調子でいろいろね、カゴに入れてたの。お母さんと二人で、お菓子とかも買いたいねとか言ってお菓子買ったり、ワンちゃんのご飯買ったり、なんかいろいろ買ってたんだけど、普通に生活用品とかも買ったりしてたんだけど、レジ行ったらお母さんお金足りなくてで、ノアも夜ご飯お母さんが買いに行くって言うから、買い物じゃあついてくってついてっただけだったから、カバン持ってなかったのね、自分の。それでお金持ってなくて、でペイペイとかはあったんだけど、スマホ決済とかはねあったんだけど、それ使えなくて、店が。でクレジットカードも店使えなくて、現金しか使えなかったの、本当に。で、田舎だからさ、マジで現金しか使えなくて、でお母さん現金足りなくて買ったものの金額払えなくて、これ返してください、これ返してくださいってやって、どんどんあの買うもの減らしてってそれであの金額収まるようになったんだけど、それでお母さんがね、自分が買ったお菓子とかをね、めっちゃ戻しててかわいそうだった自分の 買おうとしてたお菓子買えなくてさ、いっぱい戻してためっちゃかわいそう。で、他のものはさ、あの生活用品とかだからいるものだしさ、犬のご飯もいるものじゃん。だからさ、自分のお菓子我慢するしかないかとか言って、お母さん自分のお菓子減らしててめっちゃかわいそうだった田舎のスーパーあるある。そうそうそう、なんか現金しか使えないって言われて、カードもダメ、ペイペイもダメだったの、かわいそう。どっちも持ってたのにだいぶ焦るやつやって、そうそうそう、めっちゃ焦ってた。お母さんお菓子めっちゃ削ってた心痛くなるね。ノアカバン持ってきとけばよかったと思って、ノアがカバンを家に置いてきてしまったから、お財布がなくて出してあげられなかった。お母さんしょんぼりだ。そう、車の中でさ、もうお母さんこれ今日食べようと思ってたのにみたいな、あのお菓子今日食べようと思ってたのにとか言ってめっちゃ嘆いてた。でもお母さんお菓子1個だけ買えたの。それを夕方お母さんと一緒にコーヒー飲みながら食べたかわいそうだった、1個しか買えなくてまあでも1個買えたからよかったよね、1つ買えたからよかったんだけどね。お母さん優しすぎる、ノアちゃんもでもマジで本当にノアがさ、お金持ってってたらさ、出してあげられたじゃん、足りない分。だから申し訳なかったなと思って手ぶらで行っちゃったの、マジで申し訳なかったと思って。昨日はね、一緒にお買い物行った時カバン持ってたんだけど、あの昨日もお金使わなかったし、何も買わないからいいやと思ってお家に置いて行っちゃったんだよね。
そしたらお金足りなかったの。明日からはちゃんと持ってこうと思う。ノアもお金持っとけば何かあった時になんとかなるから。よいしょ。で、お母さん、いいもんとか言って、明日買うからいいもんとか言ってた。今日買えなかったお菓子、明日買うからいいもんとか言って。言ってましたね。うん。でもお母さんね、今日までだったの、お仕事が。仕事納めが今日だったから、明日からはね、家にいてくれるから、まあ、いろいろ、一緒にやりたいと思います。お菓子作ったり、牛丼食べたり、牛丼めっちゃ食べようとしてるの。小銭入れがあれば便利ですね。小銭ね。いやでもさ、本当にさ、使わないのよ、現金ってあんまり。のはもう普段あのクレジットカードかあのペイペイで決済しちゃうから、現金あんま使わなくて、もう持ってるんだけどね、一応なんかあった時のために。持ってはいるんだけど、普段はあんまり使いません。あの、小銭数えるのが面倒だからです。うん。よいしょ。まあ、そんな感じかな。牛丼は、のはあれ食べたいの。すき家の、かつお節とオクラが乗ってる牛丼？なんだっけ？かつ節オクラ牛丼かな？が好き。なんか牛丼はさ、ダメな感じする。体に悪そうな感じするけどさ、オクラ乗せれば体に良さそうじゃん。そんなことはないかもしれないけど、野菜も取りたいっていう気持ちです。デビットかペイペイやな。そうだよね。カードかペイペイでなんとかしようとするよね。クレジットペイペイマイナポイントで、私も普段決済しちゃうから現金あまり持たないの分かる。そうそうそう。ペイペイ大体のところ行けるから、ノアもペイペイばっか使ってる。美味しいやつ、そう、かつぶしオクラ牛丼美味しいのよ。食べたことない人はぜひ食べてみてください。それを食べたいなって思ってるけど、お母さんが牛丼にしよっか手抜きしよっかって言ってくれるかは分かんない。言ってくれたら牛丼食べたいと思います。よいしょ。なんかなんだかんだ喋ってたらもう1時間経つの。明日はね、なんか午前中お母さんなんかお友達と服買いに行くとか言ったから、午前中いないかもしれないけど、午後は一緒にいてくれると思います。なんか楽しいことを考えたり、お買い物に一緒に行ったりしたいと思います。そんな感じです。ノアの年末の過ごし方は、でも多分話したいこといっぱいあると思うから、31日は歌枠にするけど、1月入ってからの配信とかはまたノアラジやると思います。お母様心若いわね。お母様そうだね、気持ち若いと思うよ、かなり。あの、実年齢って意味じゃなくて、気持ち的な面で言ったらかなり若いと思う。だってノアとかね、妹とかがね、若者の流行を教えてあげてるから。お母さん TikTok もやってるしね。TikTok とインスタやってるから、ブログもやってるわ、ブログもやってるから。お母さん若いよ。そう、でもお母さんがそういうところに実家のワンちゃんの写真載っけちゃってるから、ちょっと特定が怖いからさ、見バレが怖いからさ、実家の犬の写真みんなに見せてあげられないんだけど、実家はワンちゃんが2匹います。写真見せられなくてごめんね。そういう理由なんだ。お母さんがブログとかインスタとかで写真あげてるから、それでバレるのがダメなので、見せられません、みんなには。ごめんね。すごい。すごいかな。良いことじゃな。そう、若者のね、流行りにも結構敏感だから、お母さん若いと思います。心がね。そんな感じで、若いお母さんと明日からは一緒に過ごしたいと思います。それでは、今日の配信は以上でおしまいにしようかなと思います。最後まで聞いてくれた皆さん、ありがとうございました。
よいしょ、ちょっと配信画面のさ、コメントの下の方が見切れちゃうやつはちょっと直せたら次回の配信までに直しておこうと思います。次回の配信は31日です。31日大晦日の夜20時50分から配信するので、またよかったら見に来てください。それでは最後、みんなでせーのおつのあって挨拶をしておしまいにしましょう。いきます。こちらこそありがとうございました。ありがとう。それでは行きまーす。せーの、おつのあ、バイバーイ。